いつまでも寝ていられない。ひばりのことが心配だ。あのドジっ子なら心配ないわよ。お前は。ひばりはね、テビジョ学園に転校したから。また私を無視する気？でもひばりの話は本当のことよ。あんたを怪我させたことによっぽど責任を感じてたんでしょうね。超秘伝忍法書を持って私たちの学校に乗り込んできたの。あんたの敵討ちのつもりだったんだろうけど、あの子じゃ超秘伝忍法書は使いこなせなくて。それでどうしたんだ？私の言うことなんて無視するんじゃなかったの？答えろ。それでひばりはどうした？だから言ったでしょ、テビジョに転校したって。ふざけるな。どうして敵討ちから転校になるんだ？聞きたい？ああ、聞かせてもらう。力ずくでな。嬉しい。ようやく私の方を向いてくれたね。ヤジ、マイシュ。準じる。いざ尋常に舞い切れ。見切った。
もう終わりか。さあ、ヒバリについて知っていることを全部話せ。またヒバリ？戦いが終わったら、もう私のことは無視？ふざけんな！私を無視する奴は絶対に許さないって言っただろ！無視しているわけじゃない。俺はヒバリのことが知りたいだけだ。うるさい、うるさい、うるさい！あんた無視される人間の気持ちがわかった？お前の気持ちなど知らん。俺の質問に答えろ。わかった、わかったわよ。あんたも裏切られる人間の気持ちを味わえばいいのよ。そうすれば私のことも少しは理解できるはず。何を言っている？超秘伝忍法書を私たちに奪われて、ヒバリはもう半蔵学院には戻れないと思ったの。でも忍びになることは諦めきれない。それがあの子の夢だから。だったら残された道は蛇女に転校するだけ。ヒバリは自分の夢のためにあんたたちを捨てたってわけ。そんなバカなことが。あら、ショックなの？でもそれが事実。あんたはヒバリにご出身だったけど、あの子の方はそうでもなかったってこと。残念ね。デタラメを言うな。信じられないんだったら蛇女に来ればいい。うちの生徒になったヒバリを見ることができるから。あら、でもあんたには蛇女の場所がわからないか。それじゃ無理ね。ヒバリ、あんな奴の言葉、俺は信じないぞ。妥当な評価だ。